こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではマウンテンパーカーについて解説をしてみたいなというふうに思ってます。まあ、マウンテンパーカーというと聞いたことがある方もいらっしゃると思いますし、中にはあんまりですね聞いたことがないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、どういうものなのかというと、ざっくり言うとですね、僕が今着ているようなウィンドブレーカーみたいなものといった方が分かりやすいかなというふうに思っています。まあ、基本的に素材はですねちょっとシャカシャカしたもの、ナイロンだとかポリエステルのものが多いんですけども、フードがついていて前をジップでですね開け閉めできるようなもので、主にですね登山とかで着ることが多いようなアイテムをですねマウンテンパーカーと呼ぶわけですね。まあ他にはですねナイロンパーカーだとかナイロンジャケットと呼ぶこともあるんですが、ものによってはですねナイロンだけではなくて他の素材を使っているものもあるので、今回はマウンテンパーカーという表現で統一をしたいなと思ってるんですが、これはですね結構僕ら大人世代でも使いやすいアイテムなのかなというふうに思ってます。まあまずはですね機能的なんですよね。まあ他のアウターに比べると風も通さないですし、中には本格的なものだとですね防水加工してあったりするので、まあ非常に1枚あると T シャツの上からさらりと着たりだとか、もう少し寒くなってきたらニットだとか、あとはシャツの上に気軽に羽織るだけで簡単にですね一つのコーディネートが完成してしまうので、かなりですね個人的にもこういったアイテムは大好きなんですね。まあそもそも僕がこういったマウンテンパーカーを着るようになったのは本当に中学生の 2,3 年生ぐらいの頃だったので、かなり長いんですけども、まあ当時はですね、やっぱりウィンドブレーカーと呼んでいたわけなんですけども、まあ最近ではこういったアウトドアのアイテムをですね、待ち着として使うようなコーディネートもですね、だいぶやってる方が増えたので、ぜひ皆さんにも活用していただきたいなと思っているんですが、ただですね、このマウンテンパーカー、本当にいろんなブランドからいろんな種類のものがですね、リリースされているので、じゃあ僕ら大人世代はどういったものを選べばいいのかわからないという方もですね、少なくないかなと思ってますので、今回はですね、様々なブランドをご紹介して、まあ場合によってはですね、モデル名までお伝えする中で、僕ら大人世代に似合うマウンテンパーカーを皆さんにお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートですとか、まあ、そういったものを知りたいという方は、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にどんなブランドがあってどのようなモデルがおすすめなのか、このあたりに触れたいなと思ってるんですが、その前ですね、ざっくりとジャンルをですね3つに分けておきたいなというふうに思ってます。まあ、マウンテンパーカーといってもかなり本格化のものからもう本当にですねタウンユースをですね想定して作ってるものまで様々あるので、まあ僕の中ではですね3つのジャンルに今回は分けてみたので、久々ですねホワイトボードを使いながら解説をしてみたいなと思います。すっかり僕自身ね、ホワイトボードの存在を忘れていたわけなんですが、久々に引っ張り出してきました。はい、見ていただくとですね、マウンテンパーカー、まあナイロンジャケットなんて呼ぶこともありますよというジャンルで、今回はお話をしたいなと思ってるんですが、まずはですね、ジャンル3つに分けているんですけども、どういったところで買えるかというところで、まず1つ目はですね、こちらですね、アウトドアブランドですね。まあもともとこういったマウンテンパーカーっていうのはアウトドアで着用するようなアイテムなので、もちろんですね、様々なアウトドアブランドからリリースをされているんですね。まあそういったものが本格派という形で今回は呼んでいるんですけども、まあそれ以外にはですね、まあ割と街着に近いようなものとして、セレクトショップのオリジナルで作ってるマウンテンパーカーなんかもあったりします。まあ価格帯で言うとですね、アウトドアブランドがやはり結構高くて、まあ本当にですね、素材の質感だとか、まあどれぐらい機能性が高いかによって値段も変わってくるところではあるんですが、まあアウトドアブランドが一番高めで、セレクトショップのオリジナルというと、だいたい2万円以内で買えるものが多いんじゃないかなと思います。まあ高くても2万円台中頃ぐらい前ですね。そして低価格帯というところで気軽に買えるところでいくつかブランドがあるというふうに今回はざっくりと分けています。まあこれを見ながらですね、今回は解説をしたいなと思っているんですが、まずはアウトドアブランドとしてはですね、僕は3つ挙げたいなと思っていまして、1つ目がノースフェイスで、2
二つ目がアークテリクス、三つ目がパタゴニアですね。この三つを覚えておくと結構ですね、まあ僕は十分なのかなというふうに思っています。まずノースフェイスというのはですね、ここ数年こういったアウトドアウェアをですね、街着的に活用するにはもう欠かせないブランドになってるかなと思います。もう本当にノースフェイスのおかげでこれぐらいですね、マウンテンパーカーが普及したと言っても過言ではないぐらいですね、僕はこのジャンルの中ではですね、重要な立ち位置なのかなというふうに思ってます。まあ、そんなノースフェイスの中から僕がおすすめしたいのは2種類ありまして、スワローテイルフーディというものとベンチャージャケット、この2つですね。まあ、本当にですね、このマウンテンパーカーというのは価格の差が大きくてですね、高いものになると本当に4万円以上のものをザラにあります。まあ、そんな中で僕たちがですね、着るとしたら本格派すぎないものの方がやっぱり使い勝手がいいかなと思ってまして、今僕が着てるものもそうなんですが、本当に T シャツの上にさらりと着るだとか薄手のニットの上に着るみたいな使い方が多いので、そこまで値段は高すぎないものがいいかなと思ってまして、まあノースフェイスの中でもですね、先ほどお伝えしたようなスワローテイルフーディーだとかベンチャージャケットはだいたいですね、1万円台後半、17,600 円ぐらいで売られているので、そこまでですね、高すぎないので比較的使い勝手がいいかなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですね、マウンテンパーカー、こういったナイロンジャケットを選ぶ際には、色はですね、僕は圧倒的にブラックがいいかなと思ってます。もしくはちょっとですね、色味を変えたくてもネイビーぐらいにした方が良くて、まあそもそもこの形自体がすごくカジュアルなので、それで色まで遊んでしまうとどうしてもですね、街着としては僕ら世代にはですね、カジュアルすぎてしまうんですね。ですので色はブラック単色でいいかなと思うんですが、まあ、ノースフェイスに関してはこの2つですね。まあ着丈もですね、そんなに長すぎないですね。僕の中では結構このマウンテンパーカーとナイロンジャケットというところの区分けというのがかなり曖昧なんですね。僕の勝手なイメージだと、ナイロンジャケットの方がもうちょっと軽めで、着丈もですね、割と短めのものがイメージとしては強くて、マウンテンパーカーというと少し着丈が長くなって、お尻がギリギリ隠れるぐらいの長さがあって、もう少し重厚感のある素材のものが多いんですが、まさしくノースフェイスの先ほど挙げた2つはですね、ナイロンジャケットに近いような割とコンパクトなものですね。こういったものがすごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。この二方に関しては割とですね、ノースフェイスの店舗でも扱いがあるんですが、まあ、グリーンレーベルですとか様々なセレクトショップなんかでも置いてあるので、まあ、結構ですね、普段僕がお伝えしているようなセレクトショップのオリジナルともですね、親和性が高いので使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。はい、続いて二つ目はですね、アークテリクスというブランドなんですね。まあ、これはですね、個人的に大好きなブランドで、アウトドアウェアの中でもかなりデザインがストイックで非常にですね、着ていてかっこいいのがアークテリクスというブランドで、やはりノースフェイスと比べるとまだまだですね、知名度としてはそんなに高くないので、まあおしゃれが好きな方が好みやすいのがアークテリクスかなというふうに思っています。まあアークテリクスというのはですね、こういったアウトドアブランドだけではなくて、本当にこうアパレルブランドも運営しているぐらいなので、非常にですね、デザイン性の高いものが多くて人気が高いブランドなんですが、このブランドから僕がおすすめしたいのはですね、2種類ありまして、1つはスコーミッシュフーディというものですね。かなり薄で軽量でパッカブルの仕様になってまして、これは使い勝手が抜群にいいんですね。まあ、僕自身も持っているのでちょっとお見せしたいなと思うんですが、はい、こちらですね。僕の動画の中でもね、よく出てくるので、ご存知の方も多いかなと思うんですが、まあ、アークテリクスって結構本格化のものが多いので、まあ、マウンテンパーカーだとか、ナイロンジャケットの中でも比較的高いものが多いんですが、こちらはですね、価格が 2.4 万円ぐらい。まあ、先ほどのノースフェイスよりは上がるんですが、まあ、アークの中では比較的買いやすいモデルかなと思います。かなり軽くて、着心地としても楽なんですね。ですので僕はですね、ちょっと肌寒いかなと思った時には、畳んでバッグの中に入れておいたりして、肌寒くなったら羽織るような、割とカーディガン感覚で使うことが多いんですね。まあこれはね、非常に使い勝手が良くて、個人的に買って良かったなというアイテムなんですが、まあぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思ってます。で、もう少しですね、本格化になってくると、まあどういうものがあるのかというと、ベータ SL ってやつですね。これまたアークテリクスの中では定番で、非常にですね、かっこいいんですよね。ただ値段がですね、4.4 万円ぐらいで、一気に倍ぐらいになってしまうので、
そこがね、ハードルの高さを感じる方は少なくないかなと思うんですが、完全防水で、張りのある素材感がすごくですね、雰囲気があっていいんですね。あとは襟も高めになっていて、1枚で着るだけでもめちゃくちゃ様になるんですね。今季はですね、ビームスとのコラボレーションのゼータ SL がめちゃくちゃかっこよくて、これも予約段階で完売になってしまったぐらいのものなんですが、まあこれもですね、ちょっと背伸びをして買ってみるのも悪くないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思ってます。まあそういったアークテリクスというところがあって、3つ目にご紹介したいのがパタゴニアですね。まあこのブランドに関してはですね、まあ本当にこうアウトドアウェアの中では、いち早くですね、おしゃれな方が着ていたブランドなんですね。僕は大学生の時代はですね、結構いろんなフリーマーケットに入り浸っていたんですが、まあ、おしゃれな方ってやっぱりパタゴニアを着てる印象が強かったですね。当時から古着のパタゴニアのアイテムはかなりレアで高値で取引をされていたんですが、まあそういったパタゴニアのですね、アウターもですね、非常に使い勝手が良くて、中でもおすすめなのがトレントシェルジャケット。価格はだいたい2万2000円くらいですね。マウンテンパーカーの中でも比較的ですね、まあ生地が薄手で使い勝手がいいんですね。あんまりがっつりとしたものではないので、秋だとか春に活躍してくれるような非常に使い勝手のいいものなのかなというふうに思ってます。まあ、ちょうどですね、ノースフェイスとアークテイクスの中間ぐらいの価格帯で少しクロート感もあって、僕はパタゴニアというブランドも非常にこれから先はいいかなと思うので、ちょっとノースフェイス人口が増えて人との違いを出したいなという場合は、パタゴニアなのかアークテイクスなのか、この2択で検討してみるとすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。はい、続いてですね、この真ん中のジャンルなんですが、結構ですね、様々なセレクトショップでもこういったマウンテンパーカー作っているんですね。もちろんオリジナルという形になってきて、まあこちらのアウトドアブランドに比べると機能的にはそこまで本格化ではないんですが、ブランドのロゴですね、このノースフェイス、アークテリクス、パタゴニアというところはちゃんとですね、ロゴが出ている中で、まあセレクトショップのオリジナルになってくると、ブランドロゴがついていないので、もうちょっとですね、綺麗めな感じ、大人っぽく雰囲気はですね、感じられるかなと思いますし、カジュアルの中にも溶け込みやすいというところで、使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。じゃあどういったショップがですね、こういったマウンテンパーカーを作ってるのかというと、例えばですね、ジャーナルスタンダード。ここはですね、結構アウトドアウェアとの親和性が高いアイテムも多くて、マウンテンパーカーもしっかりと作っているので、ぜひチェックをしていただきたいなと思うんですが、あとはビューティー&ユースね、ここもですねオリジナルで作っていて、割とアウトドアウェアっぽいものも強みとして持っているブランドなので、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思ってます。あともう一つがですね、アーバンリサーチですね。ここら辺もですね、割といろんなショッピングモールなんかにも入っていたりするんですが、マウンテンパーカー得意としているので、ぜひチェックをしていただきたいなと思ってます。どれもですね、本当にこうアウトドアブランドに比べると都会的で街着的なアプローチなので、すごく使い勝手がいいかなと思ってまして、もしですね、外遊びをしたいだとかキャンプをしたいだとかアウトドアを楽しむ方であれば、こちらのジャンルがすごくいいかなと思うんですが、あまりそういう感じじゃない、都会的にさっくりと羽織りたいというのであれば、僕はセレクトショップのオリジナルが価格的にもですね、品があっていいし、なおかつ機能性も一定のところをですね、ちゃんとクリアしているので、使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。ちなみにセレクトショップのオリジナルだと、まあこれぐらいの秋だとか春だとマウンテンパーカー、ナイロンジャケット系はちゃんと作ってるんですが、冬に移行するとダウンですね。ここら辺もですね、かなりオリジナルで良いものを作っていたりするので、そのあたりもぜひ頭の片隅に置いていただければなと思ってます。そしてもう一つジャンルがあるんですが、低価格帯ですね。もうちょっと気軽に買いたいんだよなという方ももちろんいらっしゃると思うので、そういう場合はですね、ユニクロですとか、あとはですね、グローバルワーク、このあたりをうまく活用してもらうと、すごくバランスがいいんじゃないかなと思ってます。まあ、ユニクロで言うと、ブロックテックパーカーですね。金額は5990円。まあ、今回解説する中では一番ですね、リーズナブルで使いやすいんですが、機能的にもですね、すごく優れてるんですね。まあ、アウトドアブランドのような雰囲気ではなくて、もうちょっと都会的なシャープな雰囲気なんですけども、まあ、ユニクロの場合はですね、こういったオーソドックスに展開してるアイテムは、やはりですね、常にアップデートを繰り返してるんですね。まあ、使い勝手という部分で、どんどんですね、機能性が上がっているので、ブロックテックパーカー、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思ってます。僕もこれまでに3回買ったことがあるんですが、まあスポーツで使うのも良いですし、あとは街着として活用するのも良いかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思ってます。
あともう一つですね、グローバルワークのですね、アーバンスペックパーカー。これもですね、使い勝手がいいデザインかなと思ってます。まあ、金額は7590円というところで、ユニクロよりはちょっと上がるんですが、やはりですね、セレクトショップだとかアウトドアブランドに比べると、まだまだですね、手が届きやすい価格帯なので、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、ユニクロのブロックテックパーカーは、かなりデザイン的にはシンプルなんですが、それよりはですね、少しデザイン的には面白みもあって、なおかつベーシックな範疇なので、僕はですね、結構グローバルワークのアーバンスペックパーカー、なかなかいいんじゃないのかなと思ってます。ですので、ユニクロのブロックテックパーカーはすでに持っているだとか、あとは結構持っている方も多いので、ちょっとひねってグローバルワークという選択肢もありなのかなと思うので、このあたりはですね、予算だとか使い方に応じて、皆さんにとってベストなものを選んでもらえたらなというふうに思っています。そして最後番外編なんですが、まあ、ナイロンジャケットだとかマウンテンパーカー、もうちょっと価格帯が上がりつつデザイン性を磨いたものというところで、僕は2つのブランドを挙げたいなと思ってるんですが、それがアンドワンダーとホワイトマウンテニアリングというブランドですね。まあ、後者のホワイトマウンテニアリングに関しては、ユニクロとコラボレーションをするということで、今注目を集めているブランドなんですが、ここのブランドもですね、やはりブランド名にある通り、アウトドアウェアが強いですし、なおかつですね、デザイン性も非常に高いので、ファッションがかなり好きな方でも満足してもらえるようなものがですね、結構たくさんリリースされてるんですね。まあ、同じくですね、僕が今着ているアンドワンダーというブランドも、ここもまたですね、デザイン性が非常に高くて、個人的にですね、先日試着をして、めちゃくちゃ気に入って購入をしたわけなんですが、このようなですね、アウトドアブランドの機能性も担保しつつ、なおかつデザイン性は人との違いというのが明確に示されていて、僕はですね、この2つのブランドというところも結構中級者以降の方にはおすすめかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性にも着ていただけるようなマウンテンパーカー、またはですねナイロンジャケット、このジャンルの中でいろんなブランド価格帯のものをですね皆さんにご紹介させていただきました。本当にねいろんな選択肢があるんですけども、正直ですね今回ご紹介させていただいたところ、このあたりをチェックしていただいて、あとは予算感だとかどんな場面で使うのかさえですね限定していただいて選んでいただければ、僕はもう十分なのかなというふうに思っています。本当にですねブランドによって個性が変わってきて、まあ、どういう人が好むのかというところまで変わってくるので、どれをチョイスするのかですねなかなか面白いところかなと思ってるんですが、ぜひですねすでに持っている方はこういったものを使ってるよという形でコメント欄に書き込んでいただきたいなと思いますし、これからですね買ってみたいと思う方はですねぜひですねこれが欲しいなと思いましたという形でコメント欄を活用していただけると、僕自身もですね見ていて非常に参考になるかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですねこのジャンルは大好きなので、これからもですねいろんなブランドをオーダーしながら、まあ、それぞれのブランドの良さというところを体感をしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの山旬でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。